内閣支持率最低の 35%。 共同通信社が15日16日に実施した全国世論調査によりますと、安倍内閣の支持率は続落し、前回6月より 9.1 ポイントマイナスの 35.8% となりました。調査の手法が異なるので単純な比較はできませんが、2012年の第2次安倍政権発足後で最低を記録しています。また時事通信が今月7日から10日に実施した世論調査でも、安倍内閣の支持率は前の月に比べて 15.2 ポイントマイナスの 29.9% となり、初めて3割を切りました。まあ、週末の報道番組などを見ておりますと、この支持率で 30% 台に入ると警戒水域、そうですね、で 30% を切るともう崖っぷちとよく言われている中で、はい、この内閣支持率がこうダウンっていう流れが止まらない状況ですね。特に時事通信の調査は 29% と、これ通信社の調査ですけども、朝日新聞がかなり大きく扱っているということからすると、相当危険水域に入ってきているなという感じがするんですね。これでそのままずるずるいってしまうのか、どっかでですね、歯止めをかけて盛り返すのか、今がその潮目の時だった感じがするんですね。で、それでこの前、10日の日ですね、安倍総理が、G20 などを出席で外遊中に、国会で衆参両院で閉会中審査、審議が行われました、はいはい、でこれ野党の求めに応じて今度自民党側もいいでしょうということで一旦は拒否して、おそらく安倍さんがいや俺は出るよって言ったんでしょうね。閉会中審議をまた行う、これは安倍総理が出席ということです、はい、安倍さんがとにかく私は行くということで、竹下さんがさっき言った話と10分後には変わってるということでコロリと変わってですね、出てくる。それだけ安倍さんがその危機感を持っているのか、あるいはきちんと説明すれば納得していただけるという判断をしたのか、そこら辺分かりませんけども、ただ安倍さんだけ出てくるというんじゃなくて、やっぱりそうなればですね、言われている泉補佐官とか、はい、そこら辺の方もですね、全員出てきて本当に何があったのかということを証明しないとですね、また堂々巡りで印象操作だとか、あるいはその伝聞だとか、例えば菅さんは私は事実に基づいて話をしていると散々言うんですけど、途中から聞いていくと全部過田副長官からの報告で前川さんの辞任の時期なんかも伝聞になってるわけですね。じゃあそれ伝えた人が本当に事実真実を伝えたのかどうなのか、から泉補佐官が総理はお尻を切ってるとかうんぬんとかってことをご本人が言ったのかどうなのか、課長補佐の人がまとめたというわけですけども、その方が例えばお尻を切ってるとかそういう表現で本当に自分が捏造するのかということになると、やっぱりあの表現ってのは誰かが言ったんでしょうと、萩生田さんかそれがどうなのか分かりませんけど、そこら辺を解明していかないと、いくらその出てきて、いやだから出てったんじゃないかだけではケリがつかないと思うんですね。その辺は重々安倍総理周辺もお分かりなんでしょうけど、大谷さんおっしゃる通り、ここ今までの流れで出てきた方々が全て顔を合わせないと、これどちらにしても、いやいつまで経っても顔あの人呼ばないじゃないか、いやこの人呼ばないじゃないかということになると、支持率の下落傾向にはストップはかからないでしょうね、これね。例えば裁判でもですね、絶対必要な証人を呼ばずにですね、そこで判決が出たところでですね、誰もそれを信用しないし、裁判所はそれを認めないですよね。必要な証人がやっぱり揃ったところで判決を出さないとですね、判断のしようがないわけですから、で国民が審判を下すとすればですね、全部のメンツが揃ってですね、例えばそのかつての愛媛県の知事が出てきてこうこうこうだと言われてもですね、国民からするとあの方のおっしゃってる50年の岩盤に穴を開けたんだと、から西日本にとにかく獣医師が不足してたんだと、だけどなんで愛媛県なんですかという答えはいくら聞いても出てこないんですね。元愛媛県知事のご発言を聞いてると、はい、その愛媛県で四国4県という言い方をされてますけど、はい、四国には他に香川、高知、徳島があるわけだし、はい、でそこでもう一点あるのが、前回の森友疑惑の時は籠池さんがすぐにこう出てきて、はい、承認まで行ったわけです、ね、そうですね。今回その加計学園にしても、理事長である加計幸太郎さんを呼ぼうという動きってのはないですよね。それおかしいですよね。籠池さんはいきなりですね、安倍さんが
承認喚問で呼べと、うん、いうことを言ったわけですね。で緩和家さんと昭恵夫人含めてですね、かなりその交友関係があったことは事実ですよね。加計さんに至ってはもっともっと深い関係だと思うんですね、はい、で安倍さんいくらですね、そんなものはあの私が支持してどうこうなるもんじゃないとおっしゃるんであればですね、もっと濃密な関係であるはずの加計さんに出ていただいてですね、しかもそれは証人喚問で出ていただいて同等のことで証明してるでしょということでなければですね、私はこのやり方してる限りこの内閣支持率の下落の中で最大の理由が総理が信用できなくなったと、まあ、この共同通信だと 53% 不支持というのが出てますけど、その理由が総理ご自身を信用できないっていうですね、あのよく安倍さんがですね大事にしている言葉の中に信なくば立たずというふうにおっしゃってたんですね。何をやろうと自分自身が信用されてなかったらどんな政策であれですね、こう皆さんの支持を得られないというんであれば、まさに今その信なくば立たずの状況にあるわけで、その信をどうやって証明していくのかってことになればやっぱり洗いざらいだと思うんですね。でこういう動きの中でこうあの、まあ、政治の世界というのはもう2層3層4層5層までなっていて、地下どこまで行くのかってわからないぐらいになってる地殻変動がもう起き始めてるっていうのは大谷さんにも解説していただきましたけども、今回の安倍さんのその今回の、閉会中審議ですね、はい、これよく見とこうねっていう動きは自民党内にはあるんですかね。あるでしょうね。これだってあの憲法がどうなるか、はい、何よりもですね、あの解散の時期だと思うんですね、うん、これが本当にあの任期ギリギリまでになってですね、その間にその支持率が回復するのか、うん、様子見てるうちにもっともっとですね、かつての麻生内閣のように支持率が下がるのか、はい、まさにあの江戸川柳のですね、土砂降りになって出ていく雨宿りの状況になっていくと思うんですね、うん、これやむのか、うん、これ様子見てるうちに本当に土砂降りになって本降りになっていくのかですね、うん、これやっぱり閉会中審査が相当ですね、響いてくると思うんですね、まあ、あの安倍、総理 の, この関連というか周りにいる方々が、まあ、全て出て、そこで問題になってくるのは、まあ、もし出たとしても野党の追及がどこまでできるかなんですけど ね、しかも今あの時間でその時間配分でですね、本来であれば野党が追及したいわけですから、野党側の質問時間が多くなければいけないわけですけど、なんか知らんけど半分させろということになると、最初からですね、なるべく野党に質問させないでおきたいということからすると、これ自体がもうあんまり信用できなくなるんじゃないか。そこですよね。この辺がね、よく空気読まないなって思うんだけど、もうちょっとね、もう全部野党にやってくださいよぐらいのことをやればですね、これもはっきりするなと、からもあの安倍さんはあの国家戦略特区に関して自分は何の権限もないと、だから自分から言い出すことは非常に難しいと思うんですけど、この加計学研の問題は一回ご破産にしようと、愛媛に開港することも含めてゼロにしますと言わないと無理だと思うんですね。これこのままですね、加計学研が開港してですね、どういう名前になるか分かりませんけど、そこでこう輩出されてくる獣医さんたちをみんなが信用するだろうかと、からあえて本当に志を持ってた人たちがそこを志願してですね、いい獣医さんになろうという気持ちを持ちるかということになると、この話は一回ゼロにした方がいいようなもんですね。ですよね、まあ、京都産業大学も獣医学部を作るという時に、その条件を満たすためにはそのこれだけの教員を集めなきゃいけない、はい、もちろん数をあの揃えりゃいいってもんじゃなくて、それなりの実績のある教員を揃えなきゃいけないんだけど、今その日本にある獣医関係大学の教員をどこからか引っ張ってこなきゃいけない。そうですね。そうするともう大変なことになっちゃうって、獣医師学会が反対したのもそこもあるんじゃないかって言われてますけども、はい、だからそこの中のバランスだったら、じゃあ何年かかけて獣医師を増やすんだという、まあ、大きな計画の元にいずれ大学を作りますよだったら分かるんですけどね、あの獣医師会の協力なしにですね、果たして優秀な教員が集まるんだろうかということになると思うんですね、あの立派な獣医師を育てたいというんであれば、その開校よりも学生募集よりもまずどんだけ教えられる人員が整うかと、これだけのスタッフが教えるんだからということでなければですね、それの期待に応えるとか、どんな獣医師であろうと、他の例えば法律であろうと経済であろうと、まずそこを揃えて、そこから
こういう教育をしたいんだということでなければおかしいと思うんですね。なんか順番が随分違うなって思いますね。だから一回振り出しに戻しましょうということが一番適切だと思うんですけどね。